社長、はい、お疲れ様です。ちょっとたまには。え、なんなんマジで。しかもさ、ネイビーよ。え、これあんま気がつかなかったですけど。え、マジで橋口くんめっちゃ贅沢もんやな。でもどういうことですか。え、これあの私いつも白の100円のしか買わへんから、ネイビーってさ、ちょっとだって高くない。あ、でも10円ぐらいですよ。10円高いねんね。で、私このネイビーとかってほんま数回しか買ったことなくて、自分のご褒美やもん、このネイビー買うとき。嘘や。え、そうやって。やし、なんか例えばさ、結構お金稼いでんのにエステとか行ったらなんかもっと綺麗になるじゃないですかとか言われんねんけど、1週間に1回のパックで自分の機嫌を取ってるしっていうのは結構ある。なんかそういうところ意外となんかちっちゃいところで幸せ感じるんですね。そうそう、なんかさ、やっぱり自分が起業したての時って本当にお金がなかったし、なんなら二十歳を超えてさ、みんな社会人になってようやく稼ぎ出すっていう時に、私はアパレルやったから、まあ、手取り12、3万しかなくて、で、なんか物を買いたいと思ったら自分が食べることを我慢して、その1日の500円の食事を貯めて3000円のスカートを買うとかっていう風にして生活をしてきた人間やねんか、どちらかというと。で、なんか起業したらお金持ちになれるかもって思う人も多いけど、起業した時にお店を作ったから借金まみれになって、そっから本当に水道の水一滴もそうやし、電気がボタンが3個あったら1個しか電気つけへんとかっていう風にして、すごい節約をして、なんか今があるから、なんか今になってもその時の経験とか感覚っていうのは全然変わらへん。だから逆に、なんか生まれた時からお金持ちで何でも揃ってるっていう人の方が、なんかもしかしたらその幸福度は低いのかもしれへんなって思う。言われてみれば確かに、うん、そう。なんか私は本当にそういう生活に必要なものとかないっていう環境の中でもう数年間過ごしてきてるからこそ、なんかちょっとのなんかこの10円だったとしても、プレミア感があるコーヒー飲むだけで自分の機嫌取れるし、1週間に1回エステに行かなくても SK2 の1枚2000円のパックをできたらめっちゃ贅沢やって思うし、なんかすごいそういう意味では幸福度が高いと思う。なんかそのこの一杯のコーヒーからめっちゃありがたいことが聞けてる。いや、ほんまにほんまにこんな話になってもそんぐらい思うわけよ。めっちゃ思い出すねん、そういう自分が苦労した時のことを。だってなんか発展途上国の子とかってさ、お金も何もないけどご飯も食べれない、でもめっちゃ笑顔で目が輝いてるやんか。なんかそう、そういうの見たらほんまに素敵やなってなんか思う。だからなんかどれだけその今以上に結果を出すようになったとしても、もうずっと今の自分でいたい。なんか泣きそうになってきました。いや、そう、私も何これ、なんかこのキュンキュンキュンな感じ、なんか急にキュンキュンな感じになっちゃったけど。だから橋口くんも今の経験とか今の等身大の自分の生活とかをなんか忘れずにいてほしい、これからも。ありがとうございます。